ちは。こんにちは。今回は、はい、ちょっとしたお菓子、お菓子を作るけど、はい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 、お菓子を使います。なんて作るのにお菓子使うの？もういいよ、それでいいよ、それくれ。アレンジ加えたいだけだよ。ああ、なるほどね。和菓子屋さんにさ、うん、かりんとうまんじゅうってあるじゃん。ああ、あるね、はいはい。あれを、うん、楽して作ろうかなと。かりんとうまんじゅうを楽して作りたいと。楽して作りたいと。はあ、なんかいろいろ、うん、突っ込みたいけど、まあいいや。なので、はい、僕が今回スーパーから買ってきました。こちら、はい、黒糖まんじゅう。ああ、うまいやつやん。これを使って、かりんとうまんじゅうを作ろうかと。へえ。という計算。できないやつだ。下手くそな。という計算。下手くそな単語出たぞ今。あ、いいよ、まあ、聞かなかった子にするから。とりあえずこれをまあ開けますよ。うん。いや、うまくいくと思うんだけどな。いや、シェフが計算っていう時はさ、大体さ、いや、大体さ、なんだよ。できてないじゃん。いや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 。計算。いけると思うんだよ。俺近い距離でいつも見てるからな。まあいいよ。そこまで含めて、ね、料理を成功させるか否かはシェフの腕にかかってるんで。はい、ここをまずあの皮を破かないようにね。美味しそう。それも計算なの？計算だよ。もう言いたいだけじゃんそれ。パパッとやろうぜ、パパッと。だってさ、ほら、なんか計算できる人ってちょっと頭良さそうじゃん。いや、その発言がもうバカなんだよ。年上に向かって申し訳ない。もうその発言がバカじゃん。申し訳ないけど死刑のやつだな。いや分かってる、重々承知の上で俺は言ってるからさ。あ、シェフバカだったんだな。よし、裸んぼにしてやったぜ。ではフライパンに、はい、油を大さじ1杯ぐらい、はい、これにアバウトだな。置くだけでいいのこれ。何がいいの？もう上がってるよこれ、裏側油で。うん、揚げていくんだよ。まんまいくの？まんまいくわ。潰さず？当たり前じゃん。そっか、どんだけなくしたいかっちゅうことだよ俺は。計算ともはやちょっとこう矛盾しだしてるけどね話が。あ、ほらほら焦げてるじゃん。まあご愛嬌だよね。シェフこんぐらい。シェフ計算。はいはい。あ、そっか、これ黒糖まんじゅうだから表面も甘いから焦げやすいんじゃね。なるほど。じゃあ、あと1個のやつでやっちゃおうか。なるほど。いや、まあでもいいよ、それでも使えるんでしょ。これ却下。失敗した。まあよかったね、保険でもう1個買っててね。そしたら、はい、余分に買っていたあと1個。うん、よかった、買ってて、買っててよかったね。買っててよかった。うん、まあ、そう言っちゃうともう編集上絶対使わなきゃいけなくなるけど、うん、まあ、そ、覚悟はあるんだね。あるよ。ああ、あるならいいよ。あるよ。そこはじゃあ認めるよ。失敗は失敗だよ。失敗は失敗だけど成功のもとだからね。そう、それを認めて先に進むんだ人間。かっこいいな。頭いい人っぽいだろ。バカなんだよなその発言が。もうこれもうどうしようもないわ。あの焦げたやつも食べるからね、言っとくけど。それはシェフが食うんだよ。これか、当たり前じゃねえかよ。分かったよ。うん、頼むよ。今回は学んだからね。うん、弱火でいこう。弱火でいこう。で、さっといこう。はい。お菓子系はね、糖分が入ってるとやっぱ火加減って難しいんですよ。でもね、早めに買える。これがいいね。いいね。多分ね。うん。うん。多分。探り探りだの？何を言うか。全部計算だよ。あ、わかった。どう、ちょっとパリってするぐらいまで焼いたらいいんですか？そうだね。ちょっとやりたいよね。ん？なんせかりんとうまんじゅうだからさ。あ、なるほどね。個人的にはこう魚焼きグリルの弱火とかでもいけそうな気するけどね。はい、ではみりん、はい、大さじ1杯、大さじ1で、醤油、はい、大さじ1杯、大さじ1で、砂糖、小さじ1杯、砂糖小さじ1杯で、これを混ぜていくと。ほう。で、いや、これをちょっと周りにくっつけてこれをかけていくと。あー、上からかけていくんだ。そしたら固まるだろ、計算上は。計算上固まるんだ。固まると思うんだ。これでパキッといったら成功じゃん。ああ、それを演出したかったわけね。これでちょっと冷えるのを待とう。はい、まだ半信半疑だけどね、正直言うと。いや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 、計算上できるはず。できましたか？なんとかね。おお、固まったかな。
あ、意外いいな。いや、でもそんな、ああ、あれあれあれ、あれ、そんな固まってないな。そうだね、砂糖が若干足りなかったね、これは。かな、おそらくね。でもこれ、入れてパキって言ってたらどうする？成功だぜ。それは成功だと思う。入れてみるよ。いいよ。うん、やばいわ。でもね、美味しそうに見えるぞ、なんか。俺が求めてたのとちょっと違う。ちょっと違うけど、でも食べてみようぜ。いただきます。いただいてください。あ難しい顔してますね。うん、あ、はい、はい、うん、はい、シェフ、はい、はい、醤油の量が多かったな。正解、よし。これはね、失敗。うん、これも失敗点を挙げたらキリがないかな。あ、焦がしたの忘れてたわ。あるぜ、ここに。それは俺食べるよ、後で。いやいや、俺責任持って食べるよ、これ。もう、あ、パキパキなってるよ。パキパキになってるよ、これ。こっちか、パキパキになってんの。パキパキになってるよ、これ。こっちがパキパキか。あ、サクって言ったもん、今だって、うん、あ、これこのまんまでいけたぞ。どういうこと？焦げてる味がしない。あ、嘘。うまっ。あ、おいしい。そっちが、おい、あれ、マジで、あれ、え、なになに、こっちがちょっと成功したと思ってたやつで、そっち失敗じゃないですか。うん、失敗ですよ。失敗の方が美味しかった。うん、あ、本当だ、もう3口目いってるわ。美味しいんだ、本当に。食べてみる。ちょっと失敗行こうかな、じゃあ俺も。これね、これね、ほら見て、真っ黒焦げなの。真っ黒焦げなの。両面真っ黒焦げなの。でもね、そんな焦げてるって分かんねえな。シェフ、シェフ、はいはい、これね、うん、焦げてんだ、見た目は。うん、見た目は焦げてんだけど、なんていうんだろうな、香ばしい焦げ方。そうだよね、あのね、ふわさく、ね、サクふわ。これね、これ言っていい、うん、うまい。これうまいよね。これうまい。言っていいか分かんなかったけど、これうまいんだよね。これね、焦げてるから美味しいと思う。そしてね、ね、あれ、あれ、これも計算のうちなんですね。そうですよね、うん、全てこう前振りからの落ちからの大逆転勝利的な計算です。これを教訓に、次回ちょっとまた新しい和物のお菓子ちょっとトライしてもらえたら僕は嬉しいですけどね。わかりました。うん、ぜひともそこはもうよろしくお願いしたいところです。はい、次回、はい、別の和菓子チャレンジします。ぜひですね、はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイビー。ご視聴ありがとうございました。右上がメインの釣りチャンネル、左上がサブのゲームチャンネル、下が次のおすすめ動画になっております。次回もよろしくお願いします。チャオ。